39度。ご主人、さっきより熱が上がってる。せっかくご主人様が寝れたのに、すごい苦しそう。お薬は、次は朝まで飲んじゃダメって言ってたし。どうしよう。どうしたらいいのかな。私たちじゃ何もできない。悔しい。ここにいます。ショコラはここにいますから。私もバニラもここにいるよ。ちゃんとそばにいるから。病院に行ってお医者さんを呼んでこよう。救急車はダメでもお医者さんに来てもらうなら大丈夫だよね。私も同じこと考えてた。この辺りで病院っていうと。あ、お隣に病院がありますよ。ここにお薬がなかったらお隣に行くんですね。さすが人の文明は便利なようにできてるんですね。いつも行くドラッグストアの隣だね。うん、ご主人が辛い時は私たちが行かなきゃ。ごめんなさい、ご主人様。ショコラたちは言いつけを破ります。後でいくらでも謝るから。好きな人が苦しんでるのに黙っていられない。待っててくださいね、ご主人様。すぐにお医者さん呼んできますから。ショコラ、大丈夫？帰れるからね。お家にあるんです。嘘じゃなくて本当なんです。ショコラはご主人様のためにお医者さんを連れて帰らないとダメなんです。ご主人が苦しんでるから私たちは帰らなきゃだね。
いけない、お願い、分かって。ごめんね、そう言って逃げちゃう猫ちゃんもいるのよ。最近猫を使った犯罪とかも増えてるから、だから鈴のない猫ちゃんは一緒に来てもらう決まりなの。すぐに身元紹介してご主人様に連絡するからね。だから鈴は家にあるからって。それに鈴持ちだったらご主人様が緊急の時は救急車を呼ぶくらいわかるでしょ。それは鈴の勉強でやりましたけど、でもご主人様が呼んじゃダメって言ってて。私たちにはお店のことがあるから、お客さんに不安を与えちゃいけないって。うんうん、分かったから、ご主人様に迎えに来てもらおう。ショコラたちのことご主人様が頼りにしてるって言ってくれたんです。だからショコラたちはご主人様のところに帰らなきゃダメなんです。そばにいてって言われたから、そばにいるって約束したから、だから私たちはいけない、ご主人のところに帰らなくちゃ。わかった、本当にすぐ帰れるからちょっとだけ一緒に来てね。ダメです、ショコラはご主人様のところにしか行かないです。ごめんなさい、今だけは絶対に行けない。決まりだからどうしても一緒に来てもらわないといけないんだけど。ご主人様、なんで、なんで、ご主人、どうして。紹介もできましたので、私はこれで失礼させていただきますね。帰ろう。